なるべく作ってはおります。ね、なんか笹川さんみたいにインして着ると背がちっちゃい方はバランス取りやすいかもですね。はい、お願いします。はい、じゃあパンツいっちゃいましょうか。はい、私すごいお気に入りのパンツで、この秋になって毎日ネイビー と、ダークグレーを交互に着ておるんですけれどもこれあのレッドストックの生地を使ってあのメンズのスーツになるはずだった、うん、とても良質なスーツの生地を使って、ずっとあのニュアンさんとのコラボではデッドストックの生地とかを毎回使わせていただいていたんですけれども、今回はこのパンツちゃんが、デッドストックです。お尻の入りとかですね、すごい形が綺麗で、なんか最近あのパンツが太めがトレンドじゃないですか。それであの私もほぼお買い物行くときに太めのパンツをたくさん買ったりするんですけど、なんかお尻周りとかが結構なんかグワってなったり、あのちょっと太めなのは気分なんだが、ちょっと体型がなんかあまりこうちょっといい感じに見えないななんていうパンツと出会ったりすることもあるので、これはかなりお尻の入りとかに特化したものです。でセンタープレスが入ってますね。ね、はい、そのタックからの、なんて言うんでしょう、プレスの流れが綺麗ですよね。はい、なんか横とかがね結構綺麗で、そうで一番さすがさんトレンドウエストの話を、そうだ、デルン一番の特徴はこのウエストになっておりまして、落とさない、はい、落ちないように、こちらで説明してもらいますね。そうですね、はい、あの2段階調整ができるのです。私今、きつい方にしてるんですけど、あ、じゃあちょっとこうやってボタンになっていて、私今緩い方に留め直すんですけど、この間ですねお寿司を食べに行った時に本当にめんどくさくなっちゃってそんな時このパンツを履いていれば2段階なんていう使い方もあるんですけど、単純にあのあ今緩い方にしました、ありがとうございます。あの冬とかって結構ニットインしたりすると思うんですね。あとまあなんか人によっては別にあのパツパツに上に上げたくないぜ、腰で履きたいんだ私はみたいな人もいると思うんですけど、これ本当にどっちにしてもこの腰回りはですね、腰履きしてもかっこいい、はい、あのかっこいいんです。ちょっと今上はマイブラウス着てるんであれなんですけど、私はなんか超シンプルめなニットベストとかを最近インして着てたりします。トレンドのシアーニットとか入れた時はローウェストでもかっこいいですね。確かに確かに、そうですね。であとまあね、体型あの産後の方とかこれから今妊娠が始まったところでとかいう方にも、これ開けるとどれくらいウエスト違うんですかね。ウエストはですね、でも単純計算してもここが2センチ2センチくらいあるから4センチくらいは変わるのかな、ここのね、あのこの隙間分がきっとかける2で6センチですね。6センチ変わるんだ、すごい、6センチ変わります。3センチ3センチ変わるので、はい、今開けるとまあお腹はゆったり腰で吐きますっていう感じで、ここを締めると今度はきちんとウエストに収まりますという感じ。満腹パンツって書いてくれてる。あ満腹パンツいいな。本当、食事に行った時の帰りにファスナー外しちゃう時あるじゃないですか。あるあるある。満腹パンツいいですね。満腹欲張りパンツ。もうすごい、そのネーミングで買いさせていただきましょう。いただきます。パンツいただきます。かわいい満腹パンツ。あ、カジュアルスニーカーでは合わないですか。いやちょっと田上さんのサンダル借りてもいいですか。あ、サンダルじゃない、スニーカー、すいません、ちょっと暖かい、田上さんのサンダルです。生で履いていいですか。大丈夫です、すいません、ちょっとだいぶそれで可愛いこの車販してたんで、ちょっとあのごめんなさい、上が甘いんですけど、あ、可愛い、可愛い、ちょっとここ T シャツとかロンティーにしたらなんかリアルな感じですね、なんか合う気がする、可愛いですね。結構あの本当に素材がすごい良くて、柔らかいこうイタリアのね素材を使ってるのもあるので、うん、はい、なんかこう綺麗めにも着れるし、イタリアなんだこの生地。あ、そうなんですよ、そうでしたね、実はイタリアのインポートになっております。はい、感じ、みんな足元が気になるんだ、こういう太いパンツだと。確かに、ね、ま、でもブーツとか合わせてもすごい可愛かったですね。そうですね。あ、ちなみにこのブラウスのリアバイ何色ですか。私はですね、まあ、白とネイ、白かな、これは私は白一択かな、まあ、ネイビーも好きですけど、パンツのサイズ教えてください。そうですよね、気になりますよね。笹川、はい、さんが今お履きになってるのは T1 というサイズになっていまして、はい、M サイズで丈だけが、4センチ長いものになっております。笹川さんは身長は168
で今 T1 を履いていただいているので、はい、まあ、身長160センチ前後の方であれば1サイズがおすすめにはなっております、うん、あとは0サイズの作りもありますので、うん、まあ、皆さん自分の身長に合わせて選んでいただけると良いかなと思います、はい。普段スニーカー履きますか？あ、気になります。履きますが、がすっごいお気に入りのスニーカーっていうのがまだなんかちょっと最近なくて、あの気分に合ったものが。確かに今探してます。そんなに履いてる笹川さんに出会ったことがないかもしれない、ね、なんかなんだかんだ仕事とかでなんか、まあ、一応アナウンサーやってるんでちょっとちゃんとした日が多くてですね、スニーカーなかなか履けないかも。そう、でも昨日生まれて初めてのキャンプに行ってすごい疲れて昨日は11時間寝てきてちょっと、はい、パンパンなんですけど、昨日はスニーカー履いてました試着ができますか？ですね、ハッシュニュアンス、うん、基本的にはオンラインでのブランドにはなってるんですが、あの試着サービスっていうのを行っておりまして、うん、この後現れる商品ページのですね、試着するっていうボタンがあるんですよ。でそれを押してもらって近所のお店、自分の住んでるところの近所のオンワードのお店に取り寄せて試着をしてみるってこともできますので、うんうん、もちろん試着してあの絶対買わなきゃいけないってこともないので、うん、そのサービスを使っていただけるといいかなと思います、うんうん、じゃあなんかこの質問言ってる間私着替えてきます。あ、そうですね、はい、タフですね。あ、じゃあここで、せっかくなんで笹川さんの素敵なビジュアルをみんなに見ていただこうかなと思います。この後ご紹介するベストのビジュアルですね、素敵ですね。これはね、この後紹介するブラウスのビジュアルになっております。はい、じゃあ、今笹川さんが沖縄に行ってる間に少し、いただいた、質問にお答えしていこうかなと思います。札幌大丸の限定ショップには入荷されますか？こちらの商品は入荷するっけ札幌大丸はしない。ただあのお取り寄せサービスはあるので、あのお取り寄せしてもらって試着をしてもらったりとかカラーを確認してもらうみたいなことはできます。あとはですね、今の、パンツお値段お伝えしてなかったです。19,910 円になっておりまして、まあ、あのイタリア素材のデッドストックを使っておりますので、本当お値段以上の価値がある商品になっております。すごく綺麗なパンツになります、ね、笹川さんは今2着目を着ておりますのでお待ちくださいませ。なんというお店の店舗なのでしょうか？東京だとどちらにありますか？オンワードクローゼットストアという名前で、まあ、オンワードのいろいろな商品を置いているお店、特に取り寄せできるんですが、そこ以外でも取り寄せができる店舗もありますので、この後現れる商品ページの試着するを押していただいて、その中で地域を選んでいただいて、で一番お家から行きやすいところを選んでいただくのがいいかなと思います。パンツの色2色ですか？あ、すいません、ちゃんとお伝えしなかったですね。パンツの色は笹川さんが先ほど履いていたネイビー、それからチャコールグレー、ライトグレー、ベージュの4色になっております。この後ご紹介させていただきます。あ、今じゃあご紹介担当がいきます。こちらパンツがですね、こちらのまずライトグレーですね。すごい使いやすい綺麗なライトグレーになっております。はい、あと、チャコールグレー、もうこれもね、間違いなく使いやすい濃いめのチャコールグレーになっております。はい、そしてライトベージュ、ベージュですね。ちょっと画像だと動画だと伝わりにくい、ね、なんかこの後ね、あの現れる特集ページの方で12時から見ていただけるページで全部綺麗なお色も見ていただけるので、そちらご確認いただければと思います。今履かれていたパンツの名前を教えてください。パンツの名前、ウエスト調整可能ワイドパンツそのまんまの名前になっております。色気のない名前ですね。すいません、なんで私この名前にしたんだろう。反省をしてます。12時からね、12時から、はい、はい、特集ページオープンします、はい、ということで笹川さんのお着替えが終わりました。皆さんパンツに興味津々ですね。あ、パンツこれ本当に着てほしい私本当このパンツ先週週5で履きました。週3ネイビー、週2ダークグレー。結構このネイビーが合わせやすいですよね。いや、このネイビーいいんですよね。あの黒よりの
ネイビー、なんかコンサバにならないネイビーというか、ね、ちょっと今あえてネイビーネイビーで重ねちゃったんですけど、かっこいい。続いてのシャツがまたこちらもちょっとあのデコラティブな感じなんですけど、うん、なんだっけ、タックフリルカラー&カフスシャツです、はい、覚えられないこれあのもちろん1枚で着るのもいいんですけど、なんかイメージ上に黒いのちょっとあのすごいシンプルめなクルーネックのニットとかを重ねたりとか、なんかニット重ねでこの袖だけ出るみたいのも可愛いねっていうことで、うんうん、あのやり作ってみたんですけれども、この後ね見ていただく、はい、見ていただけるビジュアルの方では、うん、ブルーのこのシャツに、ね、お文字の黒のニットを合わせたビジュアルで撮ってますの で、はい、それもすっごい可愛いので見ていただきたいです、はい、ブルーがこんなで白はこんなです。まあ、普通に言ったら私白を重宝するんですけど、今日はちょっとあえてネイビーを着てみました、ね、ネイビーツヤがすごい綺麗ですよ ね、 これ、 も綺麗、これも柔らかいですもんね生地、うん、先ほどのブラスと同じ生地になっております、うん、パンツはホームクリーニングできますか。あ、これはですねできないんですよ。ちょっとあのイタリアの素材のイタリアの素材のイタリアのせいにするわけではないが、イタリアの、まあ、ちょっとデッドストック の、 そのメンズ用のスーツ生地を使って作ったので、ちょっと他のねシャツとかはホームクリーニングできるんですけれども、ちょっとこのパンツはぜひ大切に大切に、あの何回も履いてからクリーニングに出していただければと思います。シーズン終わったからで大丈夫だと思います。はい、こんなです。よく似合うね。ありがとうございます。よく似合ってます。あ、そのこれ似合います。笹川さんすごい本当、ね、私袖すあ腕めっちゃ長いんで若干足りてないんですけどどうだろう、まあ、ぴったりかな私で。普通の人だともう少し かぶってきます、はい、普通の人多分もうちょっとあのちょうどいい感じになるんですけど、異様に腕が長いのでシャツめちゃめちゃ可愛いです。お食事会に着ていきたいです。確かに、ね、いいと思います。なんかあの多分ロングよりもポニーテールの方が似合うんだわきっと。こういうのはゴムがどっか行ったゴムがどっか行ったあれゴムさっきどこやったか、ゴムがどっか行った、ゴム、じゃあゴムを探していただいて他のカラー紹介しようかな、はい、今のネイビーとあとこちらホワイトですねと、ブルーの3色の点お作りになっておりまして、今袖ナップ見たいよって話をが出てきたので、こうカフスでここ止まってるんですけど、フラフラフラってここはメロウで始末されてるんで、こうさっぱりとした感じにはなっております。サラ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 、はい、あ、笹川さんが帰ってきてくれた。お食事会とか、かっこいい、なんか、はい、できる女感あります、はい、お食事にね眠るねあ、卒乳にも使えそうですか。使えそうですね、うんうんうん、確かにそうですね、卒乳園使えそう、お仕事にも使えそう、うん、なるほどです、はい、奥さんにプレゼントしたいな、いいと思います。ぜひ、そんなのもらったらね、奥様にプレゼントするなんて、大好きになっちゃいますね、はい、あ、プラスちょっとパンツから出しますね、おい、よいしょ、こんな感じです、出すと出してきていただいてもね、うん、全然いいと思います、はい、なんか出してきても平気な感じ、なんかずっと肩が落ちてるデザインのものが、はい、ここ 2,3 年トレンドだったじゃないですか。久々にちょっと肩が入ってきてるなっていう感じ、そうなん、流れがね感じておりますね、ですって、このちょびちょびパワーショルな感じがすごい素敵だなと思って見ております、うんうん、はい、かなり綺麗な感じなので1枚あると重宝する気もします。パンツ冬にはどうですか。あ、冬に良きですよ冬の素材ですあの夏は、まあ、夏もいけなくない、ちょっと暖かいかもしれない、春秋冬、そうですね、3シーズンで、うん、真夏はさすがに暑く感じるかもしれない、パンツの素材、そう、あの分厚すぎない秋冬用素材って感じです、ね、すごい、なんて言うんだろうな、もっと生地の厚い秋冬のパンツ素材ってあると思うんですけど、生地自体は薄いんですけど、あのなんて言うの、秋冬のあの温かみを帯びた素材っていうか、まあ、本当にこれ触ってほしいな、ね、本当に欲しいですよね、やっぱりこうイタリア人がね、イタリア人がイタリア人、ウール作るのすごい上手なんで、ね、あ、そうなんですね、ウールの生地はイタリアには、何、日本人は綿がうまいんですか、
日本人は朝とか上手ですね。やっぱりあのやっぱ気候に合ったものが得意だったので、ね、この深みのある色味の出し方とかイタリア人さすがだなと。うん、急にイタリアを褒めるイタリア。イタリア人さすがだなって。大きいな褒める対象が。ね、肩のシルエット素敵ありがとうございます。うんうん、はい。あ、ジレもこの後ご紹介します。はい。いや素敵です、うん、ということで、そうだからニットにもぜひ重ねてきていただきたい、うん、ニットの先からこんな袖が出たら可愛いんじゃないかというご提案もありつつも、まあ、1枚でお仕事にも使えますのでインしたりね、一ついいですね、はい、私だからそう肩立派族だけどこのシャツ着ると肩の収まりすごい肩がちっちゃく見えません私いつも。いやむしろ肩ちっちゃいですね。いや本当ですか、すごい。なんかこのちょっと、うんポワッと膨らんでる、ここが ね, ねすごい綺麗ですよね。ちょっとだけまあここも立ってますし、こんな感じです。本当にこれあの縫製がめちゃめちゃ綺麗に出たシャツですよね。うん、こんな感じ、仕立ての良さも引き立つデザインになっております。うん、はーい。じゃ あ手首の絞りはゴムかですか。だってこれゴムじゃないです。パキッとしたかったのであえてゴムじゃなくしたんですけれども、うんうん、こう普通にボタン、普通にボタンまあでも脱ぎ着の時はそのままボタンつけたままできますよね。まあそうですね、うん、これ外しちゃえば、はい、はい、じゃあお名残惜しいですが次に着替えていただいてる間に、はい、どこを押すんだっけ、笹川さんのね素敵なビジュアルをまた、はいはい、ね、この字で皆さん気になりますよね。この後ご紹介します。ますます華奢に見えます、ありがとうございます。今回のコラボの洋服たちもとても素敵さは嬉しいです。オフィスでの仕事でも手元邪魔にならないですか。そうですね、ちょっとフリフリしてるのであの、まあ、仕事内容にもよるかなと思うんですがもうそのちょっと邪魔になる感じも楽しんでいただけるといいかなと思います。なんか手元が綺麗だとちょっと気分上がるじゃないですかという勝手な思い込みがございます。でこの後今あのビジュアルで出てるシャツブラウスですね、笹川さん来て登場していただこうと思っています。で今のブラウスの説明もう一度させていただきます。名前がタックフリルカラー&カフスシャツで、お色が笹川さんが着ていたネイビー、それからホワイトとブルーの3色のお作りになっておりまして、お値段が税込み 17,930 円、サイズが笹川さんが着ていた 1M サイズと 0S サイズの2サイズの作りになっておりまして、0サイズ1サイズですとお袖の長さで5センチくらい変わってきますので、身長に合わせて選んでいただけるといいかなと思います。ジレ気になっております。あ、ジレはちょっともったいぶってもうちょっと後のご紹介になっておりますジレ気になりますよね、すごい可愛いんですよジレも。よいしょ、はいはいはい、じゃよあれだってこれ消せるの、ところ変わってところ変わって黄色が急に出てきた、黄色にしました、はい、かわいい、こんなビラビラがついております、エラみたいなはい、これの正式名称は、正式名称はプリーツ包帯付きシャツです。付きということはなんとこれは外れます。ティリン、これこうなってて後ろにボタンがついてるので、まあ、なんかこういう着方もありっちゃあります。これ取ると本当普通のバンドカラーの綺麗なシャツ、普通のね、普通の普通になります、脱ぐと、はい、でも袖先が、袖先がちょっとだけピロピロしてる感じ、はい、感じなので、これ後ろまたつけたらこういう感じになっております。はいはい、でこちらが、素材がですね、あの一見笹川さんが着てるともうシルクかなって思うと思うんですけど、なんとシルク見えのポリエステルになっておりますので、お家でね洗濯していただけちゃいます、はいはい、これ本当素材がね、あのちょっと本当に相当シルク見えでして、ね、しっかり厚みもあって本当高級感ありますね。そうなんですよね、艶感もあるし、なんか後ろ姿とかも素敵な感じです。この入れた時のここの持ち感良いですよね、うんうん、はい、ニッチですね、いや大好きなんですよ私、入れたところの落ち感大好きです、さすがニッチ
背面にタッコね、こうなんかこう高見えしますね。高見えするんですよ。高級な人を演出したいときはぜひできる女感がございます。はい、はい、リボン結び、リボン結びちょっと難しいかもしれないですね。やってみたいですけどね。肩リボンとかならいけるかな。あ、そういう発想なかったな。プリーツがちょっと崩れちゃう。あ、確かに。じゃあなぜお願いします。ちなみにこれあの一番なんて言うんだろう、映える、まあ、黄色を着てみたんですけど、まあ、黄色ちょっとハードル高いななんていう方には、白を私はおすすめしたくですね。これ本当に黒の超シンプルな太めのパンツとかに入ったら今年っぽいな。まさに私それで一昨日の、はい、役員会議乗り切った。役員会議乗り切った。役員会議も乗り切るシャツ、はい、もうでなんて言うんでしょう、この辺でできる女感を演出していきました、うんうん、そう。あとはこれ4色でして、まあ、次に多分とっつきやすいのは黒かな。これ黒もすごいかっこいいんですよ。あのツヤ感のある黒なので、私例えば私役員会議出るとしたら黒かな。役員会議なかなかないけど、佐川さんやうちの役員会議出てきたら全員ながこう何かしん、そうパールとかが結構あのコンサバな人間なので好きなので、今日ちょうど3つの田崎のパールとかつけてますけど、なんかパールとかで、あー素敵、ね、それこそポニーとかだと結構素敵ですね。いい女が演出できるのではないかななんて思いますが、そしてもう一色はピンク、ピンクでございます。これもちょっとあの大人ピンクな感じなのでツヤがあるのと、ちょっと 青みなんかちょっとスモーキーなんですよね。あ、スモーキー、それが言いたかった。そうそう、ピンクにグレーを足したみたいな、はい、なんでまあこれもさ同じようにあの取っちゃえば普通のピンクのシャツになるということで、これにチャコールグレーのフトパンと合わせてもらったらちょっとすごい素敵。ああ、確かにね。あ、かっこいい、かっこいい、はい、なんていうこともできます。で今パンツの方が先ほどと同じ形なんですが、ベージュを履いていただきました。またイメージ変わりますよね、ベージュだと。背面にタックがあるんですか、後ろ姿の。あ、ここにね、あのなんていうんでしょう、ヨークの下からタックが出てるので、これによってこのタルン感がより素敵に出るかなと思います。なんか1枚あったら楽しいかな。あ、そう、なんかなぜ今回こういうなんかシャツをいっぱい作ろうかってなったかっていうと、なんかすごい機能的な洋服とかシンプルめなシャツとかロンティーばっかり集めてしまって、なんかこうそれこそお食事に行く時とかに自分がちょっと上がるアイテムがあんまりないよねって話になって、うん、一番最初何作ろうかって打ち合わせになった時に、それであの逆にこうママさんとか、まあ、働くお忙しい方も着られるような、まあ、会社でも着られるし、そのまま食事行っても自分もちゃんとテンション上がるようでみたいな服を作りたいっていうので確か、はい、作ってきたんですよね、はい、そうですね、思い切ったデコラティブな感じ、はい、そうそうそう、で今アクセサリーいらずでいいですねって書いてくださってる方がいて、あ、素敵、そんなコメント、ね、嬉しいです。そうですね、はい、そうなんです。アーカイブ残しますね、はい、なんでこれはそう、このやっぱとろみが可愛いんですけどね、ちょっとタルタルな感じがツヤツヤテロトロって感じですね、うん、はい、こんな感じです。包帯取ったところみたいです。取っちゃいます。よいしょ、つけてなかった。お着物です。なんか取っみんなが期待しているベストに行こうかな。ごめんね、してください。私がこれを永遠にできないっていう。じゃあこの、はい、このみんなが見たいジレ、今笹川さん来てもらってくるので少々お待ちください。その間に今のブラウスの、お話しさせていただきます。名前がプリーツ包帯付きシャツ、お値段が税込み18,920円、お色が笹川さんが着ていたイエロー、それからホワイト、ブラック、ピンクの4色のお作りになっております。
もうほぼシルクにしか見えないぐらいシルク見えにはなってるんですが、ポリエステル 100% のものになっておりますので、お家で洗っていただけるというようなアイテムに。で、田崎ですかね。そうです。ですはい。バランスです。バランス可愛いですよね。はい。はい。もうそろそろ現れるのでお待ちくださいませ。ね、それまで笹川さんのこの素敵ビジュアルをご覧いただきながら、じゃネイビーのフリフリもね、やっぱ可愛いですね。写真見てるともう本当に迷っちゃいますね。そう、全部可愛くね。ピンクのシャツで、あのプリーツを撮ったものも載ってますが、もうプリーツ撮ってインしてもかっこよく着ていただけるようなものになっております、うんうん、はい、お帰りなさい。ジレジレジレです。かわいい。ジレです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 。このジレでもあれなんですよね、実は今、うん、画面だと伝わるかな、実はこれね、ネイビーと黒の2色の縦糸と横糸で、縦糸がネイビー、横糸が黒になってるので、そう、伝わりにくいかな。髪がめちゃくちゃあるんですよね。わかるかな。ギリギリわかりますか。ギリギリネイビー感出ますかね。はい、でその中の黒のポコポコとした糸だけでこのテープは、うん、作ってるので、ね、ここね、はい、この黒できちっと、あ、でもここで見ると分かりますね、若干ネイビー混ざりのここは黒っていう、ね、はい、なんかすごい。これこだわりましたね。このテープが出来上がるまでが大変でございました。ジレです。かわいいということです。はい、ね、でもなんかツイードジレ結構やっぱりまだまだ持ってるの、ね、今年は。そうですね、使いますよね。なんかジレ買い逃しちゃったななんていう方は、うんうん、あとすごいあのインパクトのあるデザインにしてないので、そういう意味ではあの着回しやすいかなっていう感じがありますけどね、うんうん、大人っぽい感じで、ちょっとなんか今流行り、今流行りブローチ流行ってますよね。すごいブローチ、ブローチとかここにドンって、シャネルなんかあったらシャネルに見えるのか見えないのかわかんないですけど、なんかお気に入りのちょっと大判のブローチとかあったら、私はここに今季だったらつけてみたいな。あ、かわいいですね。これ笹川さんビジュアルで短パンで履いていて、それがすごい可愛いんですよ。そう、なんかロングブーツ今年は私は合わせたいので、うんうん、短パンロングブーツの合わせとかがいいかな。なんなら今年なぜかこの間ブレーボンも買っちゃったので、なんか今年はですね、おもうなんかイメージという感じでいきたい側でございますね。はい、素敵ですね、その組み合わせも、うん、冬は何を合わせればいいですか。これ下でもタートルネックのニットとかでも売ってます、うん、多分私の体感なんでずれてるかもしれないですけど、12月いっぱいくらいは厚めなニットとか着たらこれでいけると思います。いけます。1月2月はちょっとあの都内結構そうですね、まあ、これに逆になんか着るのならいいかもしれないけど、後ろ姿見たいです。ほい、あ、後ろもかわいい、後ろもかわいい。うん、意外に男性もありですかね。メンズね、でも最近本当あれですよね、女性も着るメンズも気にしなくていいと思いますね。華奢なメンズならいけんのかな、可愛い系メンズならいけんのか、いけると思います、ね、もう心意気で、まあ、着たいものを着ればいいのですよ、きっと。はい、という感じで、他のブラウスとジレの合わせを見たいです。なるほど。
ブラウスあります？なんか、ああなるほどね。ああそしたらこれを あれとかに直すんで。あ、さがさが消えてしまった、はい、これをじゃあちょっとなんかあれじゃない、あの防体がいいんじゃないか、防体の防体を取ったバージョン、そうそう防体の防体、タウンカジュアルにも切れ目に切られてこの字で素敵、なるほどです、あらなるほどです、なんかコメントがなるほどってなる、あなるほど、うんうん、なるほど、あってもなるほど。でも確かにロンティーとかにこれ着て下デニムとかでも可愛いものですね、うん、可愛いカジュアルもいけそう、うんうんうん、うんうんうん、はい、こんな感じですかね、ねえ、じゃあ最後着て、いやー本当にこのパンツ綺麗ですねこのパンツ本当綺麗なんですよね履いてみてほしいね、あのお取り寄せサービス使いますので、はい、どんどんお取り寄せしていただければと思います。はい、で今笹川さんの方にご紹介いただいた今回のコラボステーションの商品なんですけれども、この後ハッシュニュアンスの、うん、アカウントの方に、はい、リンクをつけさせていただきますので、うん、そこから飛んでいただけるとご購入いただけるようになります。皆さんのお買い上げの金額から一部、うん、赤十字社さんの方に寄付という形でさせていただいておりまして、うん、まあ、皆さんにとってはちょっとこうポイントアップでお安く買っていただけるっていうような内容になっております、うん、はい、でどんな、はい、12時からこの後12時から、26日月曜日のお昼12時までの72時間の間、1万以上お買い上げの方にはプラス 7%、 2万以上でプラス 10%、 4万円以上で、あ、プラスじゃないか、あ、 7% オフで、2万以上で 10% オフ、4万以上で 12% オフ、6万以上で 15% オフというような形になっておりますのでね、なんかパンツとブラウスご購入いただいたら 10% オフで、うん、ジレまでご購入いただけると最大 15% という形になっているので、この機会に、ね、はい、今ジャストで来ていただけますし、うんうん、ね、そう12時販売開始ですよ、そうですよ、はい、12時です。パンツ、パンツすごい、パンツいつから販売ですか、ジレ可愛いです、ジレもパンツもシャツも全部この後ジレ19分後です、はい、19分後、そうですね、ちょっとタイマーかけていただいて、うん、ちょっとパンツの方が先行受注会でね結構人気があって、うん、一部ちょっと在庫が、そうでしたよね、うん、少ないものとかもあるので、うんうんうん、気になる方はお急ぎいただいた方が、ネイビーのパンツおすすめです、ネイビー間違いないです、間違いない、でもネイビーと私はこのダークグレーを2つ着倒してますけど、はい、その2つがやっぱ先行受注会でも人気あってちょっと在庫薄めなので、はい、ね、あ、今来たって方がいる、私パンツ T1 ですT110T110 で、まあ、身長164センチぐらいまでの方は1で大丈夫だと思います、うん、相当高身長女子は T1、 T1 そうですね、あと、ね、常にハイヒールだよ、うん、え、0は何センチくらいまでの人がいいですか、0ね、160弱158センチぐらいの方だと、うん、1の方がまだいい、じゃあ159、160の人は1でいいんですか、そうですね、なるほど、で0は、まあ、例えば150センチとか、うん、
55センチぐらいまでの方はゼロの方が安心して着ていただけるかなと思いますが、これウエストがね調整できるんで、そうなんです、2段階になってまして、はい、腰パンにしていただくとかで長さも変えていただいたりしてきます。そうそう、ここがねボタンが開けられる、ちょっと今一瞬開けますけど、何度も言いますがここ2段階になってて、ここの幅を足して緩い方にすると6センチ緩くなって、切ってやるとそのちょうどウエストジャストサイズになりますので、はい、はい、調整してみてください。はい、ジレはお値段が 39,930円になっております。はい、はい、こちらはねレッドクラスでご購入いただくとかなりオフも効くアイテムになっているので、うん、はい、来週の月曜日12時までになっていますので、はい、ご検討ください。多分パンツブラウスに比べてジルじゃないわ、ジレは数多分積んでる数少なめですよね。そうなんですよ、気になる方は早めにお願いします。はい、もういろいろね、はい、まだまだ皆さんの質問が、事例はサイズありますか？0と1の2サイズの展開になっております。はい、これは 1？ これは1でございます。はい、これは1です。私は168で1。あ、パンツのコメントがやっぱモリモリきましたね。パンツ本当に履いてほしいおすすめです、ね、なんか今年顔になれるというか、はい、ちなみにスタッフも大体みんな 2色ぐらいずつか、ね、そうですよね、悩みました。田上さんは辛めの田上さんは、あ、私ネイビーとチャコールで完全被ってた。あ、そっか、私たちネイビーと ね、 ね、でもライトグレーもちょっと足そうかなという気持ちに今なっております。はい、ゲットしたいと思います。ありがとうございます。151センチだったら0サイズであれば問題なく入っていただけると思います、うん、はい、あと裾上げもね、そうだ、できますし、裾上げサービスが弊社ありますので、はい、いろんなサービスがございますね。はい、もういろんなサービスをやらせていただいておりますので、はい、裾上げ、はい、無料で裾上げできますんでね、うんうん、裾上げサービスも使っていただけるといいかなと思います。はい、じゃあお名残惜しいですが、うん、パンツは常履ける、ですね、真夏以外、でも薄めの秋冬素材なので、まあ、なんだろう、秋深まらなくても履けるし、そうですねだし春から夏、私の体感だと5月まで履いて6、7、8休んで9だから、うん、6、7、8以外履くかなって感じです、私の体感は。9ヶ月、ほぼ通年ね、真冬寒かったら中にねタイツとか履いちゃえばいいですしね、うん、そうです。でも本当にめちゃめちゃ履きやすいので、ちょっと本当試してみてほしいです。パンツに関してはパンツ本当展示会大人気でしたもんね。はい、もう履いた人は大体買ってきましたね。ありがたかったですよね。はい、あ、12、ちゃちゃっとお昼を食べて12時に備えて、あ、そうですね、ちょっと12時に備えていただくためにも、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございました。それではまた本当 お付き合いいただきありがとうございました。はい、じゃあニュアンスのページから12時開始を待っていただいて、はい、はい、よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。バイバーイ。